前回のカズグラ、魔界からモンスターを呼び出す、そんな装置を作りたいというわけでネザーに向かってみた。ネザーでゲートを作って、そこにモンスターを呼び寄せるだけ。簡単なシステムを組み立てると続々とモンスターが発生して送り込まれていく。これで生配信大成功間違いなし。生配信がうまいこと言ったと思う人は高評価を押して、さらなるモンスタートラップを作りますよ。もちろん作ろう。というわけで、どうもこんばんは、つくらでーす。酒井さんだーだ。さあ、そんなわけで今日も行ってみよう。行ってみよう。はい、ちょっと時系列的に生配信がどうなったのかはよくわからん。わからん。うまくいったのかどうか。ただ、すごい装置が出来上がってしまったのは間違いない。間違いない。今も送り込まれてるはずだ。そうだ。うんうん。ああいうモンスターのように。すげえうるせえね、やっぱり。あーさっちゃんね。常に怒ってんね、ドク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 。ここにいると常に怒ってる。見ろよ、あいつ。こんな小さいけなげなモンスターに対して、全力で怒ってんだぜ、これ。大人がさ、どう思う？いろいろと理由があるんだよ。でもこれ仕組んだのカズクラだよな。おお全力の意地。オーバーキルもいいとこだよ、あれ。ふふ。先生、ていうかめっちゃ意外と溜まってんだけど、思ってたよりあるぞ。これ100回ぐらいボコったってことだよね、この。そうだね。この遅さですごいな。なんかこれの効率化で、うんうん、3体4体ぶっ込んだらっていうアイディアもあるらしい。あー、いって逃げろ逃げろー。ボーデン同士戦うことないのか。うん、それは大丈夫みたい。うん、仲間ってわかるんだな。わ、なんだこれ。なんだ。もろもろのお礼がメンさんからだ。カズクラなんかメンにいいことしたの。え、メンはイケメンで優しくて、うんうん、声がかっこいい。うん、声がかっこいい豚さんだろうねって。渋くて素敵な大人だよね。うん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 。ってただいつも言ってるだけなんだけど、毎朝そうやってつぶやいてる気もする。うん。そっかそっか、夢の中でつぶやいてるのかな。そうかもしれない。何のお礼だろう。7キュッパの62。え、なに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 。とりあえず行ってみよう。これは行ってみるか。なんかモンゴライモンばかりで、なんか申し訳なくなるね、これは。なんかプレゼント持ってく。豚肉持ってこう、いっぱいあるから。うふふ、言うと思った。サイコパス、カズクラだ。焼き豚持ってくね。うん、なら、その座標ちょっと行ってみようか。行ってみよう。こっちだ。はい。それこそメンさんの拠点ぐらいなのかな。確かにね、こっちの600だから、まあまああっちなんだよね。そうだね。でも拠点ではないね。メンさんのところは大きく超えていく。え、何なんだろう、全くもって本当にわかんない。メンさん配信しないから、うちの情報網でもわからないんだ。待って待って、なんか変なベーコンがあるぞ。これなんだ。これこの辺だ。あれだ、どうぞ。え、待って待って、これ丁寧に丁寧になんか道が作られてんだけど、おしゃれだな。なんなんだろうね、これ。なんだろう。なんだなんだなんだこれ。え？え？手持ちアイテムをすべて預けてから入場することを強くお勧めします。つまりそういうことか。でもひよってんな、これ。考え方としては。成仏するってことだよね。人質として焼き豚、友達を持っていくよ。わかった。あ、でも水だぜ、これ。余裕じゃん。ここで成仏することはないな。いくよ。せーの、ドゥン。よいしょ。え？待って待って、まあまあ立派だ。これ。これちょっとごめん、疑っちゃったんだけど、多分これガチ麺だわ。ガチ麺なのか、すげー。麺のなりすましかなと思ったんだけど、だって絶対やらんじゃん、この端っこのこれとか絶対。うんうん。他の人作れんじゃん、これ。端っこくらいは作れるんじゃないのか。あ、この後ろのこの形とかさ。確かに。あ、レバーを2つ見つけ出し、自分の色の羊毛の部屋に行け。なるほど。白がカズクラで、ピンクがサンダーね。なんだなんだなんだ。え、これ結構簡単なんじゃない？レバーでしょ？隙間要素があるってことか。隙間なんか作れないだろう、これ。これを作るってすごいな。いや、すごいよ、これ。ただ、はい。サンダーさん。なんだ？これちょっと危ないところがあるから、落ちちゃったりとかするわけですよ。そうなの。おそらく。だから、華麗に避ける。華麗に避ける。オッケー。そう。カチャとか言って、なんかね、落とし穴に落ちるんでしょみたいなのがあるんですよ。絶対。あれ？待って、え？道ある？こっちか。え？俺たちどっから来た？あ、これ上に上がれる。本当だ。
落ちる要素がないぞ。いやないだろこれ。あー、なになになに、こっちになんか道ついていきます。この先行き止まりって書いてあるんだけど、行けってことじゃないのか。いやこっちしかないもんな。そうだね、外れ。本当にうるせえわ。なんかあったの。まだ道があるよ、ほら。本当だ。え、っていうか待って、マジですごいんだけどこれ。すごいすごい、当たりだって。外れって書いてあったのに。やったやった、もう匂わせよ匂わせ。いただきますね。はい。あ、1レバー発見です。いいねいいね。1レバー発見。あと1つだ。え、うんだな、一旦これ戻った方がいいよな。そうだね。でもこんな感じで、え、これ簡単じゃない？簡単だ。いや、メンさんメンさん、これ余裕ですわ。これ余裕のよっちゃんですわ。余裕のよっちゃんだ。あ、一旦この上を走って戻んなさいってことか。戻ったべ。あと一つどこだろう。レバーを見つけて自分の色の羊毛、要はここに貼り付けて、こういうことだね。そうだね。でもまだもう一個あるらしいんだこれ。どこにあるんだろう。え、サンタさん、サンタさん、なんだ気合の。やめとけやめとけ。ダメダメダメ、それは反則だ。強行突破ダメだぞ。うちのあの気持ちの破壊よ。ダメダメダメ。2分ぐらいかけたらいけそうな気がするんだけど。うちがいなかったら強行突破してたな。なんだあれ、家族らこっち来て。なになになに、あれ見て。本当だ、さっきの階段がここに繋がってくるんじゃないのか。すげーすげー。なんでわかった、サンダーさんこれ。今家族ら追いかけようとして上向いたらあったんだ。うわー、いやすげー。ちょっとサンダーさんも一緒にこれジャンプしていってみる。やるやる、さっき途中まで上手に行けたんだ。え、行けたのさっき。いやー最後まで行けず落ちた。いや先日もマイクラ VS 再開開票おめでとうございます。月クラスタジアムね。あ、月クラス、月クラスタジアムおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。もうテクニックも、上がってきたということで。あら、いて。で失敗だ。お、来たべ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 。ナイス、レバー発見です。ではこれお互いそのまんまだね。んなら一斉のでいこう。これオッケー、一斉ので、パターン。え、なんもない。え、なんだこれ。え、開いた音がする。なんかそっちだけ音。え、なに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 、こっち感圧板があって踏んだんだけど出れる。待て待て、これまさか強力プレイか。強力プレイだこれ。いいねいいね、面白い。待て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 、こっちにもなんかある。待て待て待て、あ、感圧板があった、こっちにも。待て待て、え、こっちは行くよ。なんか音がしたぞ。ブロック押し出されたこの隙間に何かありそうだ。よいしょ、感圧板を発見、ゲットしました。うちも感圧板ゲットして。開いた、そっちなんか。ね、これで扉を開ければいいのかな。うちそっち行けない。踏んだままじゃないといけなかったのか。ちょっと待って、謎解きみたいなのがあって、左下上右34に上下斜めとか書いてあるんだ。正しい言葉は一つだけ。なになに、もうわからん。これどういうことだ。正しい言葉は一つだけ。謎解きです。ラーメン半チャーハン餃子付き680円。木から上間見え歌神の連れのかな。家族ら少し時間をくれ。オランドコロニーも実はなんか書いてあったんだよ、いっぱい。え、そうなの。そうそう、戻りたいけど戻れないな。え、開けてるから戻れないんじゃない。家族らがそれ踏むとブロック出てきてジャンプして届いて取れたから感圧板が取れたんだよ。感圧板を鉄の扉前に置いて開けて、そして出れなくなっちゃったんだ。ああ、そう。これ待って、まさか積んだってやつかもわからんぞ。これ積んだな。そっちは何もないのか。閉じ込められて何にもないんだよ。積んだ、成仏して家族らと合流します。プラー家族ら、よし、よろしく。じゃあ感圧板踏むよ。こうだね、先に家族らを出す。そう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 、ようやく部屋入れた。そしてうちもそっちに行けばいいと。ほんで、多分こっちの部屋。え、この感圧板持ってればいいのか。そうだわ、お願いします。なるほど、はいはいはい、こういうことね。ほんでこっちに今、要は9つのレバーがあり、うんうん、ヒント、入り口を背にして右に3、左に5、最後に右回り。なるほど、入り口を背にして
右さん、うち感圧板持ってるから次の入り口行けるけど、俺もう次の入り口絶対詰まるよなこれ詰まるね。こっちの看板を見ると正しい言葉は一つだけ、こっちの指示で動かすということか。上上左左前前後ろなんかのコマンドかな。はい、右右下下上上左左前前後ろ。音がした。扉開いたぞ。あいたたたた。はこれいいの、通っちゃっていいの通ったらなんかあるレバーがあるよ。あー開いた。ごめんめん、解いてないどういうことだ。適当にやった。嘘でしょー。でも開いちゃったね。開いちゃったよ。開いちゃったし、なんならこれ2マスジャンプのアトラクションか。うちも2マスジャンプだわ。こっちも。おやー、やべ、落ちちゃった。最後4マスジャンプになってるこれ。なるほど。うちがめちゃくちゃ苦手なやつだ。帰宅部コラボでめちゃくちゃ時間かかったやつだよ。勢いに身を任せて。いや、うちもね、今全部失敗してる。成功ー、やったー、おめでとう。これちょっと助走が必要だから、この3マス飛びの前からピョンピョンと。3マス飛びの前からね。前から3マス飛びはできるでしょ。できる。でそのままの勢いで行く。ただうちもね、2、3回に1回しか成功しない。難しいということだな。坂行きます。頑張れ。頑張るよ。あ、今止まったでしょ。止まったけどダメだった。そのまんまの勢いだよ。そのまんまの勢いね。坂行きます。おやー、勢いで飛ぶ。うわー、来た。できたできたできた。やべやべやべ、うちだけは。ちょっと待って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 、師匠が。やった、いた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 。いけたいけた。こっちはいた。待って待って、うちが最初いかんの。そっちも開いた。カズクラが感圧板踏むとブロックが押し出されて道が出てきた。え、優しさの道、まさか。優しさの道があった。サンダーがキューアップしたために道は使われずに済んだ。あ、サンダーさん。なんだ？これこっちから開ければいいのかな？開けることできるのか。ほら、感圧板もらってたから。うちも持ってたんだよね。この補助アイテム。これぬるぬるのやつやったんじゃ、ぬるま湯。これ補助アイテム支給してくれたのか。そうだよこれ。早速見てみよう、これ。記念の旗だこれ。すごい。やったー。やったやった。トーテムもめっちゃあるぞこれ。今から成仏するってことか。わかんねえけど、いやこれで無限にやられないってことなんじゃない。これ全部持って行ってもいいの。わかったよこれ。これ見たことあるぞ。これ TNT、 TNT のあれじゃない。これ一人ずつだと思う。やり方わからないからここで見てから行くね。何個か、あら、大事。行くよ。じゃあな。ブーイ。おー、なるほど。これね、持ち替えないとダメだよ。一回爆発でやられて持ち帰るっていう。左手に持ってきな、左手に。両手に持った方がいい。わかった。この上に立てばいいんだよな。そう、立っておく立っておく。参ります。たまやー。うわー、たっこ。おかえりなさいすごいすごい、面白い。めちゃくちゃ面白いね。見て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 。メン看板だ。メンさんのやつが出来上がった。これすごい。すげー、これはすごいぞ。いやー、これちょっとお礼をせんたかな、本当に。お礼しよう。いやー、任せてくれ任せてくれ。こんな今度これ帰り道用だこれ。そういうことか。帰りの道のためのお心遣い。クリステルかお前はみたいなね。うふふ、それおもてなしや。おもてなし、おもてなし、おもてなしか。いやー、ちょっと感動しちゃったなー。これは感動しちゃった。すごいよ。いやー、ちょっと戻ろう戻ろう。これ戻ろう。よーし、帰ってきた。帰ってきたぞ。いやいやー、というわけで今回は戦利品記念の旗も手に入れ。うんうん。ちょっとここに一旦飾っとこうぜ。これうちも飾る。いいね。いやー、いい旗できましたねこれは。できたできた。かわいい。いや、なんか髪の毛が生えてる豚さんみたいでなんかいいよね。ね、確かにね。前髪が長い豚さんみたい。そう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 、目も隠れてるみたいな豚さんになっちゃって、これいいですな。旗また作りたいね。おー、レシピがいっぱいあるみたいだからね。なんとか。そうだね。
そこら辺分かるようになると上級者かも分かりませんですね。まあというわけで素敵なものをもらってしまったので、いつかねこれ恩返ししていこうかと思います。やりましょう。うん、このモニュメント作ってもいいかもしれんな。確かに作りたい。可愛くない？可愛い。可愛くない？このモニュメント。可愛いから作ろう。このロン毛のね、豚さんのある意味整った免許店にモニュメント立てるのめちゃくちゃいい気がする。いいかもわからんな。ちょっと今度、うん、計画していきましょう。していきましょう。はい、というわけで今日はこんなとこで終わりたいなと思います。あのメンさんももしかすると動画撮ってるかもわかりませんので、ぜひメンさんのチャンネルチェックしてください。お願いします。ありがとうございます。というわけでまたお会いしましょう。じゃあのバイビー。